岐阜の異端児滝です。それ牧師だった。確かに。いや、やっぱローラーしとけよかったのか最初。あれはそれはそんな理由でできないよ。できないよ。たまたま無理無理無理、さすがに無理か。そんな理由でローラーされてたまるか。店長が嘘ついてる可能性もあるからね。最初は。そうそうそうね、そうね。まあ確かに。うんうんうん。お願いします。よろしくお願いします。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 よろしくお願いします。二連ちゃんか。よしローラーするか。ローラーするかじゃあ。二連ちゃんか。あてる玉あげますね、かきさん。あ、ありがとう。やかうだそこして。あ、そうや。そうだわ。ハイラインなのに玉くれた。森山君。だからなんか最初からなんか微妙に怪しまれてたから。いや騙されたな。いやめぼいらなんか2個です。急に騙されたね。1個入れた。1個目は私3個チャッカー。はい、ぽい。3個チャッカー了解。ナース6でペンタグラムで3個チャッカー。僕島入れない。2匹入れたよ。はーい、ポーカーから1個出たんで僕2個入れました。オッケー、じゃあ2個の後に書き入れます。はい、入れた。はい、入りました。入った。6時。これいらんな。これでさっきダースペンタロコネやってる間に来るんじゃないよ。ダースペンタロコネでさ、あれロコネードって入れとって言ったの。はい、完璧な。入れてないよ。わかんない。ロコネード。あ、ペンタさんが骨当たってる。はい、骨当たってる。怪しい。怪しいでーす。何？コリチップ。別にそこで他の人が入れたっていうのを嘘で語る。じゃあペンタさんが骨当たってるって言ったら怪しい。見て望遠鏡出た。ゾスケゾスケ望遠鏡出た。ほらふざけんな。曇りなき眼を見てください。いません。足元に望遠鏡投げよ。あ、骨漁ってる。何やってんの。骨漁りません。もう望遠鏡出たからもう何しても許されますよ、これは。あ、骨出んかった。最悪だ。あ、バクバクマッサン玉くれ。まぐれマッサー置いてます。ありがとうございます。どうぞ。ありがとうございます。代わりに矢あげるわ。代わりに矢あげる。はい。いや、はい、いらないんですよ。これ、役職的に結構序盤に暴れたら強くない？暴れますか、じゃあ。いく？もう今。今どこにいる？行っちゃいますか。じゃあ行っちゃうか。いや僕船の近くいるんで。行っちゃいますか。じゃあ2人しかいないから行けるわこれ。ちょっと待って、近接作ってくれないですか。近接作ったらじゃあ入っておくね。了解です。わかりました。なんか使ってる。どうなってるの。え、マッシュさん本物それ。あ、本物で近接作ってます。あー、俺も近接作ってる。はい、斧できたよ。うん、船長は沈黙打てない。そうだよね、マスさんの目をついてたもんね。うん、じゃあ公開し2軒屋行ってきます。はーい。1軒屋裏って誰か取ってくれたかな。1軒屋裏。あ、取ってきます。はーい。あ、じゃあちょっと進めるか。進めるか。ロコ姉さんが邪魔やったけど出てったから進めとこ。左前のはしご、あれあるわ、罠。
まだある、まだある。まあどこに置けばいいかな。だな。あ、これ大変量だ。うん、そうそう。設置レンジだった。うん。オッケー、置いた。カバー来てほしい。オッケー、オッケー、オッケー。あれちょっと一旦戻るわ。一射、一射ダウン。オッケー、ナイス。どこ？いや、これ泳いできたやつ狙った方がいいな。もうちょっと罠作るわ。了解。僕もまだ2個作れますけど、ちょっと地味に使いますね。なんか物資ないな。召喚貯めてもう一回撃てたら熱いね。いや、そう、早く帰ってきて直そう、はい、早く直そう。これね、曲げられちゃったんよ。曲げられちゃった。いや、わかんないわかんない。早く帰ってきて。曲げて幽体入ってるよね、多分。そう。船いるのって今、海兵漁師、海兵漁師。今僕がね、今、直してるんだよね。まあ、ボイラー直してる。早くだで仕掛けられちゃったら。うん、ちょっとやばいかも。そうそうそう。スクラップとか持ってます？スクラップないんだよね。これあげるわ。これちょっと。どこにあるといいかな、これ。あ、オッケーオッケーオッケー。で、確かね、前の方にね、鉛と罠があったはず。お、あるあるある、よし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 、わ、鉛あった。ラッキーラッキーラッキー。よしよしよし、熱い。弓装填込み2本ですね。オッケー。木1本でもあったら火薬入れとけるけど、そう、木落としちゃった今。落としちゃった。まあ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 、でもどっかにあるんじゃないって。いや、1日遅延できるのは熱い。俺召喚と沈黙ね。了解了解。僕サボ。もうないかな、何も。はーい、はい、早く帰ってきて。早く帰ってきて、早く帰ってきて。うそうそ、あっちが帰る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 。いや、それ小銃もしかも。オッケー。焚き火行く、焚き火行く、焚き火行く。召喚があと90。今レベル2で撃っちゃった。オッケーオッケー。こうやって今日は選んだ。そ、木がねえ。選んだんですよね。これ登って来てからが勝負やね。登ってくるときにやらないと。もう。だったら油断吐きましょうかもう。うん。あ、結構遠いね、来る。あ、これあと60秒待つかも。持つかも、これ。これ溜まるわ、多分。いけると思います。うん。あ、みんな軍で。あれですよ。罠だけ、どうしましょう。うん。罠は、あれだよね。はしごだけだよね。はしご、右前だけの、なって、これ以外は2、左が多分3つです。オッケー。右後ろに1つ。うん。ですかね。うわ、これは熱いなぁ。この遅延は勝てるぞ。あ、でもね、ちょっと、いや、まだダメや。まだダメだ、勝てると思ったら。まだダメだ。めっちゃ緊張されてないんですけど、この日にマスケアク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 と思うんで。来るよ。僕、トイショーノだから、僕の本校するわ。おい。腕返せ。返しません。シャワーめっちゃシュワシュワなってる。返しなさい。いや、誰か入ってきてよ。なんで入ってこないの。
うわ、やられちゃった、ごめん。アイス、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 1枚取れ、1枚取れ。左から回る、左から回る。ゆうた、ゆうた、ゆうた、いやー、全然ダメだった。マジか。これは一軒家のあれ取りに行こう。あ、オッケーオッケー、じゃあ公開し足早いから行きます。ごめん、ちょっと私も行きたいけど注射もらいに行くわ。めっちゃ小銃抜いた。ナイス小銃、ナイス小銃だ。ナイス。いや、逆に考えよう。スクラップ渡すからさ、ボイラー前に置いてるスクラップ注射欲しい。てんちゃん逆に考えよう。てんちゃんがヘイト稼いだから後ろのみんながそうだよ、なるほど。っていうかみんなで乗り込むって言ってみんなで乗り込んでたから左で入るねこれ枠面の中にあのあれあれで、てんちゃん起きたら、うん、そこご飯作ってほしいオッケーいやーマジかキッチンに置いといてじゃなんか全然ダメだったなあ、オッケー運転終わったら置くわでボイラー前にスクラップ5個置いてるから足元置いて、僕持ってから足元置いてほしいあの一軒家の荷物俺持って帰るからかぶってほしいあ、間違い、ごめん、間違い。銃あるのに、全然銃使えなかったな。斧、斧は。足元置いてよ。うん。今ないので無理です。はい。あたす。はーい。で、キッチン前にスクラップ、キッチン前にスクラップ。開閉に銃。銃って誰取ったかわかる？銃誰取った？誰か抜いたって、取ってない、取ってない、取ってない。男の人の声だよ、取った。あ、じゃあ、ダースチャンネルだ、多分。いやでももう一軒家誰あの海兵と誰ねこれさんやってちょっと誰かでこれどうしようこれこれやってオッケー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 船直すから石炭持ってメッシュも入れちゃうそんなことそんなことないんだよな今作ってる今作ってるそう多分火薬も入ってるからそれ気をつけてねオッケー2個ずつ入れよう物資物資ボイラー前に置いておきます物資ボイラー前じゃ修理できる人修理してね一旦今本体も結局ドッペルの方がドッペルの方が強いんじゃないかっていう感じやしはいご飯できたよご飯持ってありがとうこの辺にご飯いっぱいご飯の材料いっぱい置いてるからご飯ちょうどいいあオッケーありがとうご飯もらっていいあるからないかな中入って中入って中入って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 るちょっともらうわご飯ちょうだい入ってる入ってるうん左やな左行こうこんばんはどうしよっかな何言われてる幽霊歩き沈黙幽霊歩き沈黙あとどうしようかないのか。入ります。にあの柿さんいる。うん。でごめんちょっと適当な2つしか持って帰ってこようになったわ。あ公開し。ごめんカバー欲しいかも。この石炭もう取らないか。いや。待ってごめん。死にきるわ。これさっさと集落行った方がいい
まで来てんのか。俺もう行くしかないな。なさすぎて、いやーマジでごめん死んじゃった、うん、いや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 本当になんか銃持ってたのに全然何もできなかったな。いやあれ多分2人で逃げてもよかったよなー。まあ確かに、いやむず、結果、結果論なんでしかないですよね。難しいゲームなんで。上行く？上行きますか。オッケー、じゃあ俺火薬弾作るわ。あ、オッケー、そう。ピケルある？やばい、ちょっと待って。ピケルないです。ない、いや、じゃあピケル作るね。ピケル作る。あ、オッケー、そう、オッケー。ピケルはずっと右の状態です。オッケー、じゃあこの中にピケルと鍵入れとくね。あ、ありがとうございます。でも集落に人来るんだろうな。 あの位置か。あの位置じゃ来るよね、みんな。なんか向こう側にオオカミ入ってたんだけど、こっち来てんの。どうしよう、逃げるか。いっている。マスキあるマスキあるんだ、やば。船長、ロコネーこってきて、ロコネーこってきて。マスキあるのか、どうしよう。もうマスキあるんだ。ナイスナイスナイス、今だ、今行けたね。誰？撃つよ、喋んなかったら撃つからね。喋らなかったら撃つよ。喋らなくて登ってきたら撃つからね。足音が船の周りに行ってる。これ危ないな。これしまった。沈黙撃っとけばよかった。沈黙撃っとけばよかった。ちょっと船の方来たけど、なんかしまった、ミスった、死ぬわ俺。え、マジか。うん。ちょっと待って、逃げる、逃げれるだけ逃げるね。オッケーっす。どうなってる？そっちは。今ニトロ運ぼうと思って。オッケー。あ、やべ、ホワイトアウト。
るってことだよね。クラップはあるよ。10個ずつ、あの10個ある、10個溜まってる武器持ってるから。沈黙ってから行けばよかったのに、めっちゃ焦った。さあ、石炭6個持って帰ってきたから、収録から、それでもそれ決めちゃうわ。お願いします、直してます今。お願いします。だよ、鍵使わない、ここに隠しとくわ。ここってどこだ。あ、ごめん、ここら辺になんか3カ所ぐらいポンポン入れてるか。あの、あー、船守りでの時は私体に持っとくんで、すぐ出す。あ、直った、ナイス、直したよ。あ、ごめん、石炭さ、これ置いとくからさ、2層のとこに置いとくから、ちょっとずつ出してほしい。ね、誰か持ってきた、誰。ほら、ガオさん、本物。本物、本物。ごめん、2層にさ、石炭だる置いてるから、ちょっとずつ出してほしい。次何人いっちゃったっけ。ガオさん、はい。次何人いっちゃう。あ、ニート持ってきてる。俺も行くか、シルク。ヘルスがやばい。いや、ホワイトアウトと、ホワイトアウト海外召喚優待ですね。下に1個だけ運んでるんで、無人も持ってこない読みで、リトルを持ってる人間にぶつけて、時間切れエンドがいいかなと思ってるんですけど。はいはいはい。沈黙打ってほしいとき、助けてくださいって。OK です、OK です。ちなみに両方打てる、今。あ、僕も全部打てますね、今。レベル3で打てます。でも船ぶつけても多分これ仕方ない。ちょっとすぐ治っちゃうんで、うん、下ろしてきた人間に対して、パワーを持ってきます。船が出たら、外来証拠のレベル3打って、遅延かけて、クマに倒させて、感じていきますね。はい。
で僕挿入だから。いややっぱ緊張感やばい。やべえ、やることがね、出たらなんかされるし、いや、これ骨ぐらいはされるか。あ、そうか。あ、骨はされた。頑張れ。いけるかな。うわー、どうだろう。いやでもこれ邪魔できたら勝てるよ。人に当てるんだよね。俺当てようと思ってるわけ。じゃあ俺もうちょっと行ってくるわ。火薬だるまもう一個。おい、いいかなこれ。なんかいる、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 目の前に来るみたい。あ、じゃあ俺このままそっち行くわ。あ、やった。え、すごい。天才、天才。オッケー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 。死んだ死んだ。オッケー、これでマスケ取るわ、俺。おめでとう。ナイスナイスナイス。マスケ取れた、取れた、オッケー。うますぎ、マジで。うわ、取られてるな。よしよしよし。あれ消えた。いや、これは GG だな。あ、いたいたいた。うまっ。しまった。いやー、これは無理っすわ。よーし、あぶねー。負けると思ったよ、もう正直。危なかった、マジで危なかった。こっち来た、こっち来た。なんかめっちゃ来た、めっちゃ来た、めっちゃ来た。
やった。え、解除できなかった。やったぜ。やったぜ。やった。やったぜ。ナイス。ごめんね。解除できなかった。いや、アリスマジですごかった。天才だわ。はい、じゃあ。やったぜ。やった。危ねえ。これ負けたらマジでショックで引退するよ。やった。さっきさんのあれがかかったのか。ああ死んじゃった。ほらほらほらやめなさい。ほらほら。ご飯にしようかなこれは。おお。じゃあやめて。あ私死ぬわ。やった俺は生きてる。俺は生きてる。よしよしよし。これロコネを殺すための作戦ね。やばい HP がなかった。ごめん。あのね鍵がですね。向こうはどうなってるんだ。ペンタさん、これ寝ても無理よな。ペンタさんごめん。ペンタさんに話しかけてるよ。ペンタさんどこ行った？できるだけ下に持ってこってくるよ。神隠しやけど。どこやペンタさん。ペンタさん。下に持ってってるよ。あもうペンタさんのとこに行きそうです。はい、マシ行きます。お疲れ様でした。いやーすごい。いやちょっと、ハイライト良くないですか？いやいやいや、これマジで負けると思ったから俺。マジで負けると思った。本当に。お、めっちゃ格差組おる。いや、やばかった。二日目の船の動きエグかったって。エグかった、早かったっすね。いやー、逃げるギリこれは。みんな死んだな。ナイファイ。ナイファイ。ナイスすぎ。ナイファイ。すごい。ナイスファイト。内でいやマスケットで湧くの早すぎ。いやジジイ、あめっちゃ早かったジジイ。僕骨とか死体とか石バッグクソ漁ったんですけど、あの一回もアヘチン出なかった。ああれ危なかったマジ。いやジジイ、いやこれクレームもきついかもしれんけど、最大めっちゃきつかったから。いやたぶんそうですよね。たぶんどっちも結構キワキワの戦いだった。キワキワだった。トーテムこれ何本あったんですか？10本ぐらいだよ。7、8、10、10ないぐらいですか。9、8、9とかじゃない。これなんか頻繁に来てるイメージ。終盤のサボペースすごい良かったから、あ、10本ぐらいは経ってるなと思って。すいません、ちょっとお手洗い行ってきます。はーい、どうぞ。はーい。あ、沈黙ホワイトアウトで2キロ結構マジきつかったっすか。いやー、やばい。確かに、珍しいよ。アリスさんとこね。あれしかないから、あれしかない。いや、すごいわ、あれは。はい、ということで、柿の一人感想戦やっていきます。今回は一人感想戦と言いながら、相方のシーアメアリスを呼んで、二人で思考開示していこうかなと思ったけど、彼が今ちょっと出かけてて、まあ、しばらく家に帰らないということなんで、まあ、彼からはね、文章で思考開示いただいたんで、最後の方に載せとこうと思います。はい。ということで、傀儡勝利動画のね、楽しい思考開示やっていきましょう。まず、海兵とね、漁師っていう、弓矢と銃っていう、二人とも遠距離武器を持ってるっていう、めちゃくちゃ相性のいいペアで、試合が始まりました。もう、これはマジで、でかいっすね。もうこの時点で、初日に暴れようと、初日にキルムーブしていこうと思いました。はい。で、ここにね、なんか罠落ちてたんで、あ、これ後で使えそうだなって思って、あ、これが罠と鉛の塊ね、そう、この2つ落ちてたんで、もうこれを後で使おうかなって思いながら、外出します。
で、ここで木拾います。これはもちろん、序盤にトーテム立てなかったんで、ここら辺の木をね、3本拾えとくと、ここの左洞窟でトーテム立てれるんで、強いなと思ったんすけど、ただここでは骨が出ないと。骨が出ない。ただ、銃が3発も手に入った。これはでかいっすね。ラッキー。で、弓矢いらないんで、敵弓矢じゃなくて矢か。矢はいらないんで、まあ適当にぽい。はい、でここでね、なんか骨が全然なかったんだよね。ほら、ここの将校にもないし、隣の骸骨にもない。で、結局トーテム立てられず、ただ沈黙使って相方に、船で暴れたい意思を表明しました。うん、もうここしかないと思うんでね。はい、もうここに船長と航海士かながいたんで、2人とも殺しちゃおうって感じで相方と船内に潜り込んだんですが、そのために、斧を作ってね、斧作ったら暴れるぞって感じでいたら、ここら辺の会話で確か2人ともどっか行っちゃったんですよね。キルしようと思ってた船長も小会社もどっか行っちゃったんで、あ、じゃあキルムーブから船曲げに変えますかって感じで、このいい絵ね、これ。この相方からのいい絵は、キルムーブやめましょうっていういい絵だと思います。うん。で、それを察知した俺はこの石炭を持って、ボイラーに、石炭と木を入れて、で、ただ場所がね、ちょっとここまで来てるんですよね、この、両サイドに、氷塊があるとこまで来てるんで、まあ、ちょっと進みすぎ。なんで、で、ここで左曲げてもしょうもないし、で、右曲げたとて右ルートから行けるから、とりあえずバックしようと思って、ここバックしました。ただ、そう、ただそんなにね、バックできないんだよね、ここ。ほら、結構頑張って。で、相方も、その船曲げと同時にホワイトアウト打ってくれて、かなり船曲げがやりやすい状況でバックしたんですけど、まあ、そんなには下がれなかったんだけど、ただ、これ見てもらえればわかるんですけど、これ、氷がここら辺にない状態。白氷がね、白氷が近くにない状態まで下げることができたんで、クルーは、泳いで船に乗り込まないといけないから、これかなり強いポジションまで、船を動かすことはできました。はい。で、罠を、仕掛けて、まあ、これめっちゃ大事ね。一応どっからクルーが登ってくるかわかんないんで、四方に、登り口の四方に罠を仕掛けて、で、ここでね、撃てばよかったね、ここ。いやー、俺あんまりエイムが自信ないから、ここ撃たずに、後で泳いでくるときに確実に当てようって思ってたんですけど、もうここはもう正直バンバン撃ってもよかったかなって思います。はい。で、あとは、まあ、船内にキーないかなと思ってこれ探してるんですけど、キーが全然なくて、そう。あ、罠があった。まあ、罠あった。で、この罠も仕掛けて、ただ、ここなんですけど、正直船内に物資が全然ないし、で、クルーが帰ってくる様子もなかったんで、一回、船出て、どっかで資材漁ったり、石炭抜きしたりしてもよかったかなって、まあ、今になったら思った。うん、こんな資材のない、物資のないね、船にいても仕方ない気もするんで、はい。それも正解だったのかなって、それが正解だったのかなっていう、外に出て、石炭抜きするなり、装備整えるなりするのも正解だったのかなって思います。まあ、この後ね、結果、消防士しちゃったんでね。ひたすら待って、一日待った上で消防士しちゃったんで。うん。そう、こっから、泳いで登ってきたクルーを、いかに殺せるかの勝負なんで、ここやばかったね。ここも絶対勝ったと思ったから、この暴風雪の、前ってなった時に、おやばい、一日、こんな一日、支援できたらさすがに勝てるやろ、みたいな。感じになってて、まあ、いわゆる歯茎が出てた感じですね、ここ。ただ、この、こうね、登ってくる前に、召喚打ちたかったんだけど、時間がちょっと足りなくて、これもうちょっとね、ここら辺で打ててればマジで違ったんだよね、この後の展開が。
これで召喚打って向こうが対処せざるを得なくする。で対処してる間に銃撃ったりもできるんで、これ撃てなかったのがマジでもったいなかったなっていう。でここで泳いでくるクルーを撃つんですが、これ多分当たってない、当たってないね、おそらく。どうですか、ほら当たってないんだよな。もうほんとダメで、当たってない上に死ぬっていう、もう最悪の最悪の展開ですね、これは。でここね、さっさと降伏するべきでしたね。ここちょっとなんかワンチャン相方が運んでくれてるのかなみたいな感じで降伏せずにちょっと待ってたんですけど、まあ普通にクルーに持たれてたんで結果降伏するっていう。でこの真似、この降伏するまでの間で、その死んだ後の幽霊歩きの溜まりが違うんで、ここトーテム壊されたじゃないですか今、ここね2-1ってトーテムが壊されたんですけど、さっさと降伏していればその2本分の恩恵をちょっとだけ受けれたんで、幽霊歩きがちょっと早く使えるから、もうちょっともったいないことをしたなって思いました。さっさと降伏すればよかったのに。はい、でしばらく牢屋にいて、牢屋から出てから左洞窟ね、左洞窟石炭8個あるんで、ここ抜こうと思ったらクルーが詰めに来たんで、まあサクッと逃げようかなと思いつつ、ただここ幽霊歩きもう使えるんでね、幽霊歩き使えるから別にさっさと逃げてもよかったんだけど、いやワンチャンオオカミを4匹呼んでそいつ巻き込めればなみたいな、このクルーにね、この追いかけてきてクルーにオオカミ巻き込めたらなーっていう、ちょっとスケベ心というか、まあそういうのがねあって、で結果ね、まあ動画見てもらった方にはわかるんですけど、まあ、結果そんなことできなかったんで、ここさっさと幽霊歩き使って、次の準備をするべきですね。集落行くなり、まあ、崖憩いの場行くなりして次の準備をするべきでした。うん、で結果ね、ここでなんかここ右往左往して結構時間無駄にしてるんで、まあやってるうちは結構ね、そのとっさの判断できないけど、後から見直すとほんとここがダメだったなみたいなのがめっちゃ出てくるんで、本当に面白いゲームですね。でしかも船がもうここまで来てるんですよね、こう、これだほらもう配線のすぐ隣まで。2日目の朝にはほぼスタート地点だったのに、もうここまで来てるんで、めちゃめちゃここ、あ、やべえなって思ってましたね。これやべえわって。余裕で勝てると思ったのに、こんなことになるのって。で、まあ、憩いの場まで幽霊歩き使って、あれね、チャペル下まで幽霊歩き使って、トーテム立てようかなって思ったら相方が来たんで、いや、相方と2人でここにいてもしゃあないなって思って、で相方にニトロは任せて、集落の方に行って物資は揃っかなって思って、でここ集落行きます。ただここでこれね、結構進んでるんだよね、あそこまで来てるんだよね、ここまで。ってことは集落にもすぐ来ちゃうからと思いつつ、まあ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 、でもちょっと漁りたいしなって思って、来ました、集落に。ただ、もう案の定すぐそこまで来ているし、しかもよく見ると、マスケット銃持ってんだよね。うん、よく見るとマスケット銃持ってます。この時はちょっと気づいてないけど。で、ここでクルーと対峙して、はい、マスケット銃持っているのに気づきます。うわ、マスケット銃持ってる。やべえ。で右洞窟行こうと思ったらクルー2人いるんで、いやあいつらに見つかったら終わりやなーって思って、もうこうなったら行く場所はもうここしかないと思って配線行きます。まあホワイトアウトがないんで、車線が通らない場所に逃げないといかないいけないんでね、この配線の中に行くと、なんとね配線の中何にも漁ってないっていうね、石炭もあるし木もあるし、だからここはちょっとね、それがでかかったですね。ここで火薬とか作ったり、温まったり、トーテム立ったりできたんで。うん。
で、まあ適当に食い電子攻撃打ったりしてるんですけど、そう、ホワイトアウトがないんで、見つかったら撃たれて終わるんで、この中から出られずに結構長いことね配線の中にいます。で、ここで火薬樽仕掛けに行ったんですけど、ここ音で気がつかれちゃったんで、クルーに、船内のクルーにバレちゃったんで、沈黙を打ってから行くべきでしたね。沈黙プラスホワイトアウトならほぼバレないんで、なんなら船内にも潜入できたかもしれないし、ミスったね。で、しかもここ、船内に火薬樽投げ込もうとしたら、ここ白氷の上に乗ってしまいました。まあ一応白氷の上からでも、というか、あの船外から火薬樽を仕掛けてもダメージは与えれるんですよ。ただ穴がね、少なかったんで、多分ね、2個とかだと思う。船外から火薬樽当てても。2個ぐらいだった気がするんで、だから弱いです、正直これ。まあでもしゃーないんで、まあ、ここにいてもやられるんで、とりあえず沈黙打って、なんで沈黙なんだ？幽霊歩きで逃げてよかったね、ここ正直。うん。幽霊歩きで逃げるが正解だったかな。そう、ここで正直死ぬと思った、もう。あ、もうこれ死んだわって。あ、これホワイトアウト開けたし、もう撃たれて死ぬって。体力もね。体力もこんだけしかないんで、何パー。まあ、5割ちょいしかないんで、で、マスケット時のダメージが75なんで、こんだけ、この9時の方向まで体力ないと死んじゃうんで、もう一発撃たれたら終わりでしたが、なんとか、敗戦に逃げ込むことができました。うん。で、ですが、まあ、敗戦はさっき漁ったんで、特に何もやることもなく待っています。やることがなくひたすら待っています。この試合は本当に待ちの時間が長かった。敗戦で待って、この後集落でもかなり待ったんで、もう耐えでしたね。あ、あとさ、船内でも待ったか。初日に船内で待って、この日に敗戦の中で待って、で最終日に集落でも待つっていう、待ちの時間がすごい長いゲームでしたね、これは。で、ここで相方が、これね、相方がニトロを持っているのを発見したんで、もうこれは合流した方がいいかなってことで、集落まで行きます。で、ランタンをつけるとバレるかもしれないので、ランタンはつけないようにして、はい、車線が切れたのでランタンをつけました。で、お腹が減ってたんで、狼の死骸を漁って、ってやってたら、まあなんか相方がコンロの中にいっぱい肉入れてたんで、これ焼いて食べて、で、ここでね、なんか、そう、相方の式神アリスが、船にニトロをぶつけると思ったけど、クルーにニトロをぶつけるっていう判断をしてて、これすごいと思ったね。うん、俺だったら安直に船にニトロぶつけそうだけど、あえてクルーにぶつけることで、相当ね、それが勝ち筋になったんで、本当に偉いなって思いました。で、こっからは二人でそのチャンスをね、ニトロをぶつけるチャンスが来るまでこの中で耐えると、二人で。この小屋でひたすら耐え、ひたすら耐え。耐え耐え耐え、もうずっと耐え。耐え耐え。ご飯食べつつ耐え。本当にやることがなかった、こう。ただ緊張感はすごかった。で、これちょいちょいね、あの物資捨ててるんやけど、捨ててるっていうかどっかに隠してるんだけど、これはあの死んだ時にクルーに取られたくないからちょいちょい隠してます。キーとかスクラップとか。はい、耐え耐え耐え、ひたすら耐え。で、ここ確かこの助けが必要だっていう合図はだいたいあのホワイトアウト打てとか沈黙打てとかそんな感じなんで、このチャップが来たので沈黙を打つと。そうすると、相方がホワイトアウトを打ったので、で、俺はここで、いや、ここは俺がおとりになろうと。俺が船の方に行って、クルーを引きつけようと思ってこっち来ました。そしたら、マスケット銃を持ったクルーがいたので、まあ、幽霊歩きですぐ逃げた。で、幽霊歩き使ったところでちょうど相方がニトロを成功させてクルー爆殺させてたので、マスケット銃ゲット。いやー、熱すぎる。で、さらに食料もいっぱいある。うん。
で、2丁あったんで、バスケット中が1本だけ捨てといて、もう1本を取って、で、一旦隠れると。やっぱホワイトアウトがないんで、いちいち隠れないといけないのがね、結構しんどいね。はい。で、クルーがバスケット拾いに来たんで、ぶつける。当てる。で、召喚も打つ。で、ここめっちゃミスってる。めっちゃ焦ってる、ここ。見て。はい、クルーが来たので、打とうと思ったら、来たと思って、マスケット中構えじゃなくて捨てるっていう。ここめっちゃミスってる。捨てる。ですが、まあ、全然、勝ちました。ただそう。最近ね、この近距離のマスケット中めっちゃ当てれるんだよね、最近。上手くなったのかもしれない。で、そう。今、医師に打ってた召喚が、これね、医師を殺したことによって、俺の方に飛んでくるっていう。うん、いや、遅いよ、こいつら出てくるの。はい、ここ火薬ダルキル狙ってるよ。そう、火薬ダルをポイして、はい、でクルーが中行ったんですが、灯台の中に、これ灯台の中に行っても外からまあちょっとはダメージ食らわせれると思ったんだけど、ここ一回声かけて、おーいみたいな感じで声かけて、こっち引き寄せて、で火薬ダルでキルをっていうね、ここ結構鮮やかな火薬ダルの使い方ができたなって思った。はい、そうで、この試合で負けたらね、マジでほんと激なえして、もうしばらくドレハンやりたくないなぐらいの感じだったけど、よかったです、勝てたんで。勝ったんでよかったです。はい、で最後はこれね、これダウンしたんですけど、このダウンした俺をキルしようと降りたクルーが寒さでダウンするっていう、はい、この高度な作戦を見せて、はい、死んでしまって、で傀儡勝ちと。はい、そんな感じの試合でした。いや、素晴らしいですね。で、相方の式神アリスの思考開示も今載せます。はい、どうぞ。バン、一時停止して読んでください。じゃあ、ありがとうございました。